もしもし僕だよ、僕。今は少しいいかな。マネージャー君、正月休みはしっかりとった。いつも働きすぎなんだから、たまの休みくらいゆっくり過ごすようにね。うん、僕が何をしてたかってうーんー、おせちを食べて、お餅を食べた。あとは、 お雑煮を食べたかなえ食べてばっかりそんなことないよ。いつも通りダンスだってしてる。それに僕はあんまり太ったりしないから平気なんだ。お腹だって、ほら、プニプニなんてしてない。そういう君こそ、お腹がプニプニになってるんじゃないの思ってないほんとかなぁ。じゃあ、 次会えるのを楽しみにしてるよ。じゃあね。